はい、皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆうかです。今日はこの間東京の2日目で Get Ready With Me であげたメイク動画があると思うんですけども、その時にした髪の毛のスタイリングっていうのを今日はご紹介していこうかなと思います。それではスタート。すっごい簡単なので、これも無理なくしていただけるかなと思います。ぜひ参考になったら嬉しいです。まずセクションをざっくり左右で上と下に2つに分けていきます。そしたらセクション分けした髪の毛っていうのを内巻きに、できるだけしっかりしたカールが出るようにくるんと巻いていきます。あとでここにこの下の部分にボリュームが欲しいので、結構思ったよりもくるんとさせちゃって大丈夫です。そしたら前髪は一回こうコテで熱を加えてあげて、その上からカーラーを巻いてカールを固定させていきます。でまあ一応私は顔周りにね、くせっ毛たちが潜んでるから、そこをちょっと整えながら伸ばしてあげて、そしたらセクション分けした部分を持ってきたら、なので上のセクションの髪をやるんですけども、そこはちょっと癖とかうねりっていうのを伸ばしつつ、内巻きに軽く最初してあげたら、ここからは顎のラインのちょっと上まではグイッとこう外巻きにするような感じで伸ばして、毛先だけを強い内巻きにするっていう感じにしてあげます。あとはただひたすら気合で繰り返していくっていう作業になります。そしたら反対側も同様にしていきます。でまあこう左右のバランスを見つつ、どのぐらいのカールがちょうどいいかなっていうのを合わせながら整えていきます。結構ねこういうピヨンっていう後ろ髪を見逃しがちなので、そこもしっかりくるんと巻いていきます。そうするとこうちょっとこう洋なしみたいな形になるんですけど、トップをねやっぱりちょっとボリュームあった方がいいので、ボリュームない方は私みたいに手で反対側にグイッと引っ張って下に持ってくるっていうコテの使い方をすると、トップにボリュームがちょっとできます。はい、そんな感じでこの日の髪のスタイリングはこれで完成です。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォロー、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ、アンニョー。